昨日、新潟市西区で開かれた説明会には200人が参加しました。新潟市は住宅の復旧や傾斜の修復などの工事費用を最大におよそ767万円まで支援します。対象は液状化の被害を受け準半壊以上と判定された住宅などです。市民からは支援の範囲や別の制度を利用している場合についての質問が上がりました。当初は傾斜は後にしようかなという考えだったんですけど、今回この措置でじゃあ傾斜も直せるかなということで、もう一回再検討して最善の方法が取れたらとは思いますが、はい、傾斜直すとするとね、もう1000万近くかかりますんで、手続きが楽な支援とかを考えてもらえれば一番いいかなと。説明会は21日に港南区でも開かれます。